まあ一言で言うと、やっぱなんか3年先の先輩を見たら自分の3年後が想像できてしまったからっていうのが一番大きいかなと思いますね、うん、他の部署に行きたいとか転職をしたとかなんかそういうの考えてるんですけど、それは全部もうセカンドベストだと。人とか会社に依存した環境から抜け出さないとダメです。トップ就活チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは。特集のおさです。こじです。このチャンネルでは人生の選択肢をお届けするをテーマに役立つ情報を配信してます。というわけで本日もスペシャルゲストですね、 D&G に内定されておりました永井さんをお呼びしております。はい、よろしくお願いします。お願いします。こじさん本日は何でしょう。今日はですね、永井さん D&G めちゃめちゃいい企業ですよ。ああ入ったのに、なのに辞めちゃったと。なんでやねんということで、じゃあなんで辞めちゃったかっていうのをねちょっといろいろ聞いていこうと思いますが、はいはい、ズバリ何なんでしょう、辞めた理由って。まあ一言で言うと、やっぱなんか3年先の先輩を見たら自分の3年後が想像できてしまったからっていうのが一番大きいかなと思いますね、うん、多いよねこういう人ね。その心を聞きたいですね。3年後の未来見えた方がいいんじゃないのと思われる方確かにねいるから。どういうあれですか、その裏に隠れる本音は。なんだろうな、僕はやっぱなんか性格的にもやっぱりその自分ではまだ想像もできないようななんか目標を設定して、うん、まあそれを達成するためになんか必死になるみたいな体験だったりだとかが、まあなんか割と好きであるみたいな、はい、リスクある男だよね。やっぱなんか逆に言うと想像できちゃったりとか、あ、まあなんかそうなるんだろうなっていうなんかイメージが湧いた瞬間に結構目指すなんかモチベーションがなくなっちゃうんですよね。そういうことだね。多分永井さんのキャリアって、まあ、今29歳ですね、僕と同い年ですよ、はい、29歳になるまでに素晴らしいキャリア歩んでるじゃないですか、小中高大エリート街道登ってきましたと、高みを目指して頑張ってきて素晴らしい P&G という会社にも内定を取りました、うん、でその後見えた世界っていうのがこういう風な曲線を描くんじゃなくて、まあ、もうちょっとフラットだったんだよねきっとね、見えてる未来が、はい、って時に俺はもっと上振れできると、ここまで行くんだよというような思考を持ってらっしゃったのかなと、うん、勝手ながら思ってましたがいかがですか。まあまあざっくり言うとそんな感じですか。ただまあ構造上やっぱ大企業だとやっぱそれしょうがないなと思って、うん、やっぱりこう決算出して結構着地とかって言いますけども、うん、大体来年こうですよ、再来年こうですよって出してそれを守っていかなきゃいけないみたいなのがやっぱどうしてもあるので、うん、なかなかこういうのは難しいですよね、うん、ボラティリティ高いのをその大企業がやっていくっていうのは、うん、個人としてのキャリアね難しいね、これね、組織と個人って難しいんですよこれ、うん、なかなか入んないと分かんないんですけど、ね、そうだね、入んないと分かんないそれでじゃあ自分でも想像できないような挑戦をしたいというのでやめられたと。そうですね、はい、うん、でまあなんか具体的にはやっぱりなんか自分が頑張った分だけとか自分が成果出した分だけなんかその事業が伸びるしまあね、ダメならダメだしみたいな、そのよりなんていうかな、自分に依存性の高い環境で働きたいなっていうのはその時決めました。なるほどね、うん、なんか今の話ちょっと聞いて思い出しちゃったんですけど、はいはい、ちょっとまた別の動画で撮った中に、はい、小樹さん、うん、社会人向けのメッセージお願いしますって言った時に、はいはい、会社を辞めるべきですみたいな話を当時されてたんですよ。20代としてやるべきことみたいなテーマの時にね、はいはい、でその時になんかセカンドベストファーストベストの話があったなと。なるほど。ふと思い出したんですけど、はい、もう一度永井さんにそれ向けてちょっと、そうですね、これ僕の持論なんですけど、はい、まあ同世代で結構キャリア迷ってる人は、うん、結構今の自分には満足してないと、なんで他の部署に行きたいとか転職をしたとかなんかそういう考えてるんですけど、それは全部もうセカンドベストだと、うん、なんで基本的にもうその自分のベストっていうのはもう自分で作るしかないと思ってて、そこはやっぱみんな気づいてないなと思ってて、なんかこうすぐこう場所を変えればベストがあるっていうのは幻想に過ぎないというのが俺僕の持論なので、だから今すぐやめてゼロから自分で作っていくしかないんですよ、自分のキャリアだと。これが僕の持論なんですけど、どうですか。いやいや本当そう思います。やっぱ人とか会社に依存した環境から抜け出さないと、ダメですこれ、ね、僕も結構毎回言ってるエピソードで、これ会社が悪いとかじゃなくて会社ってのはこういう構造ですっていうのを言うと、僕がいた部署はその IT の部署だったんですけど、そこが、僕が2年目の時に部署がなくなっちゃったとってなった時に、自分がこうもう神のように感じてた部長とかその上の人たちっていうのが一気にその人で部署がなくなったから役もなくなるみたいな、何でもない人になっちゃうみたいな、これがやっぱ組織の怖いところ。で彼らはその対する虚無感みたいなのしかなくて、こう怒りをどこにぶつけることもできないみたいな。これが例えば
自分で事業やってたら、はい、そういうまくいかなくても多分それは自分の責任というか、うん、もう一回 PDC 回してもう一回トライできるけど、はい、そのなんか大きな会社の中での逆らえない力によって起きたことは、うん、なんか誰に怒りをぶつけていいのかなと思って、うん、そういう意味で僕はやっぱその永井さんの自分の責任でできるところにいるっていうのはすごい大事だなと思って、うん、そうだね、うん、まあ、今はベンチャーでそういった事業責任を担ってらっしゃるってことそうですね、うん、はい、じゃあ将来はいくよくは企業ですかね。そうですね、うん、はい、その可能性が非常に高いと思いますんで、その起業した時にじゃあ新しいサービスリリースしたら、うん、この動画の概要欄に URL 貼っておきます、ね、ありがとうございます。皆さん使ってください使ってください、はい、その時にはまた来てくださいね、はい、逆に言うとじゃあ P&G なんで辞めたんですかっていうところを簡単にまとめると、未来が見えてしまったから、まあそういうことになりますね。おしゃれおしゃれやめ方がおしゃれ、自分の、はい、未来を想像できてしまったからなるほど、ね、おしゃれだけどオザもブログに書いてますから似たような思考する人が多いじゃないですか。そうですね、じゃあもう自分のね見えない未来をこう自分で切り開いていくのがやっぱり好きな人種ということで、まあそうですね、うん、そういった方が永井さんだったと。ちなみに他の辞めてる人で理由は同じような感じですか？いやまあけどあんまりまだ僕の同期だと辞めていないのと、まあ、メーカーに転職する人とかはやっぱりポジション、まあ、位が上がったりだったりとか、うん、まあ、年収が上がったりとか、あとまあ働き方がまあ楽になったりとか、うん、まあ、なんかそういった動機で転職する方が多いのかなと。わかりました、まあ、学生目線からするとですね、せっかくいい会社いい、もうみんな入りたいですよ PG のマーケティングなんて僕だって入りたいのにそんなところをね飛び出すその勇気を持ってる永井さんのチャレンジ、皆さんぜひ応援してあげてください。というわけでまた次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。今日の一問はこちら、チャンネル登録ベルマークのクリックがまだの方はお願いします。 LINE アットではキャリアに関する情報を配信しております。 Twitter も概要欄にアカウント貼っておきますので随時フォローお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。